俺は緑川直人、この町の不動産屋で働いている。従業員は俺と社長の二人だけ。日暮らし不動産、一見それとはわからない店構え、どこかうさんくさい会社だ。近々引っ越しを考えてまして、部屋を探しているんです。何分急で、ここだとすぐに部屋が借りられると聞いて。実は私たち今度結婚するんです。それはおめでとうございます。予算や条件などはありますか？広めの部屋を考えてまして。わかりました、広めの部屋、即入居で。築25年 2K か。古いけど相場よりかなり安いな。新築で 3LDK、 マンションの最上階、ここいいわ。お二人とも極端ですね。間を取ってこういうのも。アパートは嫌、最低でもマンションよ。うわー、築3年駅近で最上階の 3LDK。 予算をだいぶ超えてますが、キッチンも最新式のオール電化です。気に入っちゃった。セキュリティもしっかりしてますよ。たけしさんも気に入ったでしょ。そんな簡単に。他の物件も見ようよ。これと思ったら即決できるぐらいの度量を持ってよ。予算かなりオーバーしてるよ。私もまた働くから。貯金も少ししかできないよ。お弁当作ってあげる。駅には近いけど会社は遠くなるし。二人で頑張りましょう。で、決めたんだ、あの新婚さん。でも少し不安なんですよね。家賃のこと？それとも二人の関係？両方ですよ。二人の価値観がずれてるっていうか、貯金も少ないみたいで。旦那さんは中堅企業で給料もそこそこだと思うんですけど、なんかケチくさいし、奥さんはアルバイトはしてても勤めたことはないみたいで。お客様をそんな風に見ちゃダメよ。二人とも思うところがあって一緒になったんだから。ただいま。おかえり。さよこさん、まだ起きてたの？うん、待ってたの一応ね。ご飯はそこにあるから。ありがとう、嬉しいな。ってさよこさん、いつになったら働くのかな。風俗行ってないな。もう誰も飲みに誘ってくれないし。ただいま。寝てるか。腹減った。今日の夕食は、いらっしゃいませ。何を食べよっかな。と言ってもお金もないので。お注文お決まりでしょうか。いつもの牛丼並みと味噌汁。あれ、不動産屋さんじゃないですか。森田さん、どうしてここに？仕事で近くまで来たんですよ。前より一段と疲れてますね。わかります。実は離婚を考えてまして。なんでですか？さよこさん、自分が使うと言っていたキッチンで今日まで何も作ってないんです。他の家事もほとんどしないし、外で働く気もないみたいで。結婚前に言ってたことと真逆ですよ、本当。森田さんはどうして結婚を決めたんですか？僕もいい年だし焦ってて、さよこさんは僕より年上だからしっかりしてると思ったし、ただでセックスぐらいはできるだろうと思ったけど、やらせてもくれないし、呆然ですよ。森田さんって奥さん年上だったんですね。びっくりしましたよ。でもなかなか綺麗な人だったじゃない。奥さんは働きに出てないし、森田さんは風俗に行き出して、あれじゃ持ち家なんて無理ですよ。家賃さえ払ってもらえばいいんじゃない？そのうちに離婚しちゃいそうですよ。家賃の回収、私も行こうかしら。こんにちは、日暮らし不動産です。森田さん。はい。お家賃の方いただきに参りました。え、ああそうですか、今開けます。じゃあ奥さん、また。ねえ、お疲れ様。宅配業者？すみません、来客中でしたか。
いいんです。何でもないんです。ちょっとすみません。ね。なあ、どこ？あるわ。はい。わかった。すみません。今の人、忘れ物をしたみたいで、すぐに戻りますから。なんかおかしくないですか？奥さんの様子。宅配業者が荷物忘れます？普通。普通じゃないわよ。あれ。お待たせしました。いいえ。社長、森田さん、奥さんの浮気知ったら確実に離婚ですね。普通はそうかもね。こんにちは。どうかしました？いえ、今ちょうど森田さんの話をしてたもんですから。実は子供ができたみたいなんですよ。数えるしかエッチはしてないんですが、できる時はできますね。あんな嫁でも子供ができたら子供のためですよ。じゃあまた来ます。社長、森田さんの子供ですよね？知らない。すいません、わざわざ。いえ、ありがとうございました。社長、やっぱり家賃は振り込みにした方が。もう稔川くん一人で何でもできちゃうわね。稔川くん、私の代わりに社長やってみる？私辞めるから。社長、見てもらっていいですか？直接集金してた田中さんの中で振り込み引き落としを希望する人をリストにしました。稔川くんがしたいならやればいいじゃない。私は辞めるんだから。社長、本気なんですか？私がいなくて不自由なことある？いえ。書類や手続きでわからないことは？いえ。私これでも稔川くんのことを頼ってるんだから。社長、本気で事務所を辞めるつもりなのかな？私が担当していたところのお家賃よろしくね、次期社長さん。って言われても困るんだけど。ごめんください、日暮らし不動産です。はい、どなたです？お家賃をいただきに参りました。おや、社長さんじゃないのかい？どうぞ。ありがとうございます。社長さんは体の具合でも悪いのかね？あ、そういうわけではないんですが。社長とは長いんですか？ここに来た時からお世話になって、毎月こうしてお家賃を取りに来てくれて、いつも話し相手になってくれる優しい方ですよね。はい。なんで社長じゃなくあんたが来るんだよ。社長はちょっと用事で。せっかくいい報告があったのに。デビューなさったんですか？HB 社 SF リトル小説大賞の第一次選考の500人に入ったんだよ。それってすごいんですか？社長さん！黒崎？社長さん大変なの。彼が出て行っちゃって、私行くところがないの。私も社長じゃないのよ。じゃあ誰が？稔川くん。え？社長！森川くん、いえ、社長、お願い、安いところでいいから。そんな、いきなり。なんなら、緑川社長のところでもいいのよ。もちろん、夜も頑張っちゃう。社長、緑川社長、頑張れ。今すぐ入れる部屋を探しますから、ちゃんと待っててください。だから、緑川社長のところでいいわよ。いいえ、しっかり探させていただきます。忙しかったな。そうですね。俺、物件調べて書類作りますから、先帰ってもらっていいですよ。よし、明日からこの事務所ごと任せたわよ。え、頑張ってね、稔川社長。社長。ん？社長、部屋を借りるって
意外と大変なんですよね。何？いきなり。ちゃんと働いているけど保証人がいないとか、収入が不安定だったり、年を取ってたり、何かしらの理由で断られるって。そうね。俺ここに来て改めてこの仕事にやりがいを感じているんです。だからやめないでください。それはよかった。これで安心して引退。社長、俺まだ社長と仕事したいです。緑川くん、嫌がってたじゃない。私のこと変態だと思ってたんでしょ。その確かに。でも俺そのちょっとだけ嬉しかったり。へえ、そうなんだ。緑川くんの今の言葉、本心かどうか確かめよっかな。社長、また見つからなかった。これで何件目だよ。大きな店は無理っぽそうだよ。地方の人間には厳しいのかな。ダメ元で言われた店に行ってみようか。すみません、ちょっといいですか。いらっしゃいませ。みのりかわくん、紹介してあげて。はい社長。